今どういうものが求められてんだろう自分は今どういうものがやりたいんだろうっていうのは常に考えてますねここがゴールっていうのは多分今はないんだと思うんですよ歩みを止めないっていうのが自分の中に決めてるルール昨日までの自分とは変わってたいなと思いながら生きてますね、うん、成長し続けるっていう気持ちをやっぱ持ってるんでワクワクは常にあるんでこれからが成長期ユニバーサルホール うんだうわこれなんか面白そうと思ったらパッとや,やっちゃうんでであ思ってる面白くないと思ったらさっとやめちゃうんですよ。だから人によってはあのの人っっっててていいいろろやるけど何がし,したいのって思う人がいると思うんですけど僕の中ではすごくなんか充実してる人生とかやりたいことが見つかってそれをやって興味が失ったらやめるっていう。 なんかすごく当たり前の作業は自分の中の当たり前の作業はやってるっていう。でも結果やりたいことは見つかるんで動き続けててよかったなとは思いますけどね。スタッフと話して、こあ、この企画面白そうとか、なんか自分がやる意味があるとか、で、これって俺じゃなくても別に他の人でもやれるんじゃないのっていう仕事は極力やりたくないんですよ。 ここの部分ってアツシ君じゃないと無理よここの部分はどうしても淳君にお願いしたいんだっていう仕事を極力受けたくて、うん、だから話し合いが好きですね事前のどんんな思いいででこの番組やりたいんですかってだから最近で言うともう最近でもないから4年ぐらい前ですけどそのテレビ東京のプロデューサーの人が来てもうただただ池の水を抜いてみたいんだって。 で、この番組どうなるか分かんないけど、一緒にやってくんないって言われた時は、すごい胸が高鳴りましたね。うん、なんだろう、その池の水を抜くだけで番組が成立するのかなって、あの初期衝動みたいな、なんかこう、初めて企画書を見た時に、まあ企画書っていうかもう紙一枚でしたけど、池の水を抜くだけって書いた紙だけを見せられて、今までの企画書ってこうな何枚かね、5、6枚ある中で、この人一枚だけ持ってきて、 思いを伝えてってなんかすげえなーってあの時感じましたよね。で、今もまだそれが続いてるんで。だから、そういうクリエイターと話してる時はすごい楽しいです。なんでそんなこと思いつくのとか。なんでそれやりたいと思ったのとか。疑問が疑問を呼んでいくっていう。そういう時はなんかこういい熱量になってるなっていう。うーん、まあ、 誰かに見てもらわないと表現できない仕事をしてるんでうんまあ見てる人がどういったものを求めてるかとかは常に考えてるんですけどいろんなメディアが増えてきてる時代に自分がどんなメディアであっても自分がこう自分らしく表現できるような場所は探していきたいなとは思ってますけどね。なかなか予測がつかない時代だとは思うんですけど常にやっぱり 新しいことをインプットしたいしでアウトプットができないとこうバランスが取れないっていうのが分かってるんでなんかいい感じでこういつ何時もアンテナを張って今どういうものが求められてんだろうでまた自分は今どういうものがやりたいんだろうっていうのは常に考えてますね。 自分がこう変わり続けてることがやっぱ自分も楽しいし見てる人にとってもなんか刺激があるかなっていうのは思うんですよ。だから昨日までの自分とは変わってたいなと思いながら生きてますね。常に同じ場所に行って同じ思考しか持ってなかったら全く変わんないと思うんですけど 自分が一歩踏み出したら景色も変わるし考え方も変わるっていうのを今まで体験してきてるんでだからとにかくとりあえず動,くっていうで動いた場所でどんな景色が見えてどんな考え方が生まれるかっていうのは自分自身も常に楽しんでる感じですね。 か人生ってこう次の瞬間何が起きるか分かんないから僕は楽しいなと思ってて当たり前に決まりきったことばっかりだったらそんなにワクワクしないと思うんですけど明日どうなるか分かんないっていうこんなドキドキに勝てるもんがないと思うからなんか下を向いて歩くよりはその何が起きるか分かんないっていう明日に向かってはこう楽しみながら歩みを進めていきたいなとは思いますね。 どんな年齢になっても成長し続けるっていう気持ちをやっぱ持ってるんでだからいい先生にどこかで会えないかとか僕が知らない知識を持ってる人にどこかで会えないかとかそれは常に考えてるんでなんかいつでも成長期みたいな感じで生きてますね <laughs> でも家族がこう唯一集まれる場所だと思ってるんで家族ができたから娘が生まれてから家を持とうと思うようになったんですよ。で嫁と2人っきりだったらなんか家じゃなくてもいいかなと思ってたんですけど娘が生まれて今から 育っていく家庭をなんか共に暮らすそのこの田村家の基地みたいなのはちゃんと持ちたいなと思ってそこからなんか家を建てたいっていう欲求が出てきてでとにかくこうなんか部屋を仕切って仕切って仕切って個室を増やすっていうよりかは大きな部屋をボーンボーンみたいな。でいつもこう顔を見合わせられるような家を作りたいと思って建てましたね。うん だ基地です。もう、カム家の基地が、あの、絶対ここが基本になるじゃないですか。ここから学校行くし、ここから仕事行くし、ここから遊びに行くしっていう、もうその一番大切な基地を作りたいという感覚で家を建てましたね。結局、リビングのソファーに座るかなと思ったら、はい、ダイニングテーブルを、あの、ベンチシートにしてるんですけど、はい 俺気づいたらそこにしか座ってないんですよね。で、なんでかって言ったら全部見渡せるんですよ。やっぱその場所が。で、後ろにキッチンしょってるんですけど、後ろにこう嫁がドーンとこう、キッチンでこう見守ってくれて、僕はなんかそう、その、子供たちが遊ぶ空間をその場所から見てるっていうのが好きなんだと思うんですよね。だからもう一階はもう一部屋みたいな感覚です。はい。 だから想定はソファーのエリアがこう大切な場所になるかなと思ってたんですけどその大切な場所を見守るポイントが一番好きな場所になってるからあだから結局落ち着くってなんかこう座り心地とかじゃなくてそのなんか家をどういう感じで見守るかどういう感じで切り取るかっていうのが大切なんだなってこう立てて思いましたね。う もう樹脂冊子、ね、っていうのを知ってら樹脂冊子じゃない方には申し訳ないんですけどなんで樹脂冊子にしないんですかってやっぱもう聞きたくなりますし今相方の家とか行くとなんかアルミサッシだから <laughs> え「えなんでアルミサッシなの?」って言っちゃうんですよね人の家なのに樹脂サッシの良さを知ってうんなんか概念が変わりましたね だから素材とかも、さっきも熱を通さない壁ああいうの知ってたら、ほらね、やっぱ知らないとジャッジできないから、すべてを知った上でジャッジしたいんですよね、僕は。 僕は本当東京だけで住もうと思ってなかったんで住みやすい家っていうかなんかみんなが楽しく過ごせる場所き基地がまた作れるのになったと思いながら全国回ってます奥さんは東京の人なんであんまりこう他の地域で住むっていう感覚がやっぱ持てないんですよねでででも僕はいろんんな所で仕事してるんで それぞれの地域の良さとか感じてるからなんか無理して東京だけに固執する必要もないと思ってるんでとはいえそれなんか淳が収入面で余裕があるからできるんだろうって言う人多いと思うんですけどそうじゃなくて本当に自分の最初にあった家が日本全国にたくさんあってでみんなでシェアしながら自分が使いたい時だけそこを使えるっていう状況が生まれることの方が僕はなんか いろんな場所で住めた方が楽しいんで、で、娘たちにも、それは、一つね、あのじ、僕が建てたもう基地はあるから、他のなんか、いろんなとこで住みなさいとは言いたいですね。で、いろんな人と関わった方がいいんで、こう固、固まってそこから抜け出く、抜け出せなくなるのがもったいないなと思うんで。 確かに大切ですよ。先祖代々の土地を、家をずっと残し続けるっていうのも、それは一つの生き方だけど、まあ選択肢の一つとして、なんか自由にこう飛び回って生きるっていうのも僕はあっていいかなと思います。僕、若い人が家にこだわり持ってないわけじゃないと思うんですよね。ちゃんとした提示ができてないだけだと思ってて、で、昔と違うのは、 その一個建てを自分のためだけにっていう感覚はもしかしたら薄れてきてるのかなと思って。でも、シェア文化がこんだけ広まってきてるから、みんなでお金出し合って、そのみんなの気持ちが一つになる家、そのみんなが納得できるような家っていうのは建てられるような気がして、リビングとかは僕シェアした方がいいと思うんですよ。あの、みんなが集う場所にして。でも、個室、まあ、個室っていう概念なのかわかんないですけど、まあ、 じゃあここに、えー、4世帯が住みましょうってなった時に田村家は家の中のどこどこのスペースが田村家とか、まあ、トイレとかお風呂とかまあみんなで使い合っても僕はいいかなっていうなんかそういう新しい家の提案はなんか面白そうだなと思いますけどね。 CM っっていう感じじゃなかったですなんかこう家に来てお話しして撮影が終わっていくみたいな感覚なんで、まあ、楽しかったです僕は家見るの好きなんででも見れば見るほどこう自分の家こうすればよかったとか今ってこういうのがあるんだこういう新しい技術があるんだとかって触れちゃうと今から家帰った時に色々と見比べちゃうなと思って。 楽しかったです新しいもの触れるのも好きだし家がまず好きなんで言ってなかったですけど工業高校の建築家なんで図面とかこう結構引いてたんですよねいっぱい今日も図面見せてもらってここの図面を見ながらワクワクするっていう作業を高校生の頃からしてたんだなと思うとねもっとワクワクしたいなと思いましたね知らない技術に触れるっていうのが楽しくて今日はもう基礎の 段階から床暖房が入っていると、それが家全体を温めるっていうのが一番の工程ですね。多分これ見る人は多少なりともこう家を購入しようと考えている人があの見てると思うんで、僕が家をもう一軒建てた先輩としてアドバイスすると、家の解説をする人の話をなんかこう流し聞きする人 が多いんですけど本当に大切な用語がたくさん詰まってるんで一言一句聞き逃さないで自分の中にこう疑問に思ったことを全部聞いてクリアになってから一つの展示場を終えてほしいなと思いますね僕は今日ここの仕組みとかこうどういう風うに立てられるのかっていうのを知ってはっと思わされることがたくさんあったんで展示場に来た人はなんか気づきとかを 一つでも二つでもいいから持って家に帰ってほしいなと思いますねノートは持ってった方がいいかもしれないですねであと写真を撮る住宅展示時々来るかなーせーのはい、ありがとうございましたい